曽我十兵衛はいきなり小林半三郎を殴りつけたその時半三郎は酒を飲んでいて十兵衛が玄関で案内を請う声を聞いた「誰もいないのだから出て行くものはない」十兵衛は高い声で三度呼びそれから玄関の脇の折戸を開けて庭へ入ってきたのだ。 津軽から帰ってきたんだな。半三郎はそう思いながらあぐらをかいたまま飲んでいた。庭へ入ってきた十兵衛は縁先に立ってこちらを睨んだ。長い旅の後で肉付きのいい角ばった顔がたくましく火に焼けており、その大きな目には怒りが現れていた。いや、と半三郎が声をかけた。 帰ってきたのかすると十兵衛は靴脱ぎから縁側へ上がり刀を右手に持って座敷へ入ってきた大股に近寄ってくる足つきで彼が察したよりもひどく怒っていることを半三郎は認めた十兵衛は禅の前に立って上から半三郎を見下ろした「こんなざまか」と十兵衛が言った こんなざまだったのか。そして刀を左手に持ち帰ると右手を上げて半三郎を殴った。平手打ちであるが高い音がし半三郎の顔がぐらっと揺れた。そんなことをして何になる。と半三郎は持っている杯をかばいながら言った。酒がこぼれるばかりだぜ。 十兵衛の荒い息が聞こえた。かなり強い平手打ちだったが、半三郎は少しも痛いとは感じなかった。十兵衛の荒い呼吸はそのまま怒りの大きさを示すようであったが、これまた半三郎には少しの感動をも与えなかった。十兵衛は座って刀を置いた。半三郎は逆きを煽って差し出したが、 十兵衛は目もくれずに言った。どうする気だ。ハンザブローは答えなかった。俺は昨日帰った。秋田と三枝と阿部が来て、三人で夕飯を食べた。と十兵衛は言った。その時すっかり聞いたが、俺はすぐには信じられなかった。俺の気持ちは話してあるはずだ。 それは二年前のことだ。二年前。あのことがあった時に聞いたんだ。と、十兵衛は言い返した。去年、俺が国目付を命ぜられて津軽へ立つ前、二人だけで話した。もういい。この辺で決まりをつけてくれ。これ以上は見苦しいぞと俺は言った。その時、小林は、俺もそう思うと言った。 俺もそう思うと言ったことを覚えているぞ。今でも同じだ。と、半三郎は高い空を風が渡るような声で言った。自分が見苦しくないなんて思ったことは一度もないよ。彼はそう答えたのだ。やけでも自重でもなく、自分の気持ちを正直に述べたのである。十兵衛は小林の家柄を考えろと言った。 それも当然出てくる言葉なのだ。小林の家は祖父の代までは百国余りの小武神に過ぎなかった。それを父の半兵衛の代で220国余の書院版にまで仕上げた。父は酒もタバコも飲まず、勤勉と倹約で一生を押し通した。九年前に母が病死した時、父はまだ四十二歳だったから、 後添えの縁談がずいぶんあった。しかし、父は首を振った。半三郎がもう十七歳で、四五年すれば嫁を取らなければならない。今、自分が後添えをもらえば、家の中が複雑にもなるし、家計の上からもそれだけのゆとりはない。父の半兵衛はそう言った。そして、それから一年ほど経って、金森の美鈴と半三郎との婚約をまとめたのだ。 金森主善は八百国の書院版、すなわち父の上役であり、美鈴はその時十三歳であった。この縁組は小林家の将来を固めるものであり、そこまで小林の価格を仕上げたのは勤勉と倹約で一生を押し通した父の賜物であった。十兵衛はそのことを言ったのだ。蘇我十兵衛は二百五十国の使い版で、 去年の6月、国目付として津軽へ赴任した国目付というのは幕府から外様諸行の国元へ派遣される監察官で定員は2名または3名任期は半年から1年の交代である十兵衛は出立する前に訪ねてきて一時余りも半三郎に意見をし「自分が帰ってくる時までにしっかり立ち直ってくれ」 ところが、帰ってみると立ち直るどころか事情はさらに悪くなっていた半風呂は出資もせず酒を飲んだり遊び歩いたりするばかりで家計は休迫し家父も菓子も下男小物も出ていってしまった借罪はかさむだけかさみ今では友人たちもさじを投げてしまった 十兵衛はそれを聞いたのだ。共通の友達である秋田玄衛門、三枝小四郎、安倍右京らから聞いてカッとなって押しかけてきたのだ。お父上のここまで仕上げたご苦労が、このままでは水の泡になってしまうぞ、と十兵衛は開き直った。あんなことがそれほど重大なのか 父は三年前に死んでいるよ。そんなことは聞くまでもない。父は小林の仮名をあげようと望み、その望みを達して死んだ。ほぼ望みを達し、将来の見通しもつけて、満足して死んだんだ。たとえ俺が小林の家を潰すとしても、それは死んだ父とは関係のないことだ。それほど、あのことが重大なのか 半ローは残り少ない酒を手酌で飲んだ。脇に一生どっくりが二つあり、膳の上とその周りに缶どっくりが五本並んでいた。骨になった魚の皿、馬に煮の鉢、空になった汁ワンやハッスンなど、飲み散らし食べ散らした跡が、いかにも寒々とした感じに見える。 半三郎は手酌で飲み、十兵衛はそれをにらみつけていた。それは人によるね。と半三郎がゆっくりと言った。他の千万人にとっては些細なことでも、ある一人にとっては一生を左右するような場合がある。たかが女一人のことでもか。人にちょっとからかわれてもだ。 と半田郎は低い声で言った。藤井又五郎はちょっとからかわれただけで内田内樹を切り切腹の上加盟断絶になった「バカなやつだあの時俺たちは彼をバカなやつだと言ったしかし俺は今そうは思わないあれは藤井にとってそれだけの値があったんだ藤井にとってはね」 この場合もそう思えというのか。半三郎はゆっくりと首を振った。俺に腹を立てたり殴ったりするのはよせということさ。一杯付き合わないか十兵衛は黙って立ち上がった。半三郎は寝転んでいった。十一月か。と彼は呟いた。あれから、 150日もたったんだな。ああ。あの時はしゃべりすぎた。まだしゃれっけがあったんだ。どうして十兵衛に言うだけ言わせておかなかったのかな。言っても言わなくても同じことじゃないか。馬鹿な話だ。彼はくすっと笑った。すると胃のあたりで病的な空腹感が起こり、 耐えがたいほどの渇きに襲われた。怒ったっけなあ十兵衛は。彼は上や渇きをごまかすように呟いた。あいつのあんな目つきは初めて見た。殴り方も本気だった。しかも彼は彼で悔やむことはないさ。ここへ乗り込んできて、するだけの意見はしたんだから。そうさ。 友達の責任は果たしたんだ。いいじゃないか。もう間もなく蹴りはつく。そう長いことじゃないよ。ハンザブロは薄いヤギをかけ、触れ畳みの上に直に寝転んで枕をしていた。庭に面したその十条は荒れ果てていた。畳替えもしないし、障子や襖の張り替えもしない。 もちろん、掃除などは一年近くもやらない上に、使ったもの、出したものがそのまま放り出してある。座敷の中はカビ臭く、埃臭く、おまけに、ものの据えたような匂いが充満しているため、十一月だというのに、庭に面した掃除は開けておくより仕方がなかった。庭はかなり広い。元は小さな池があり、小さな月山があり。 若木の杉林や植え込みがあった。みんな父が自分で丹精したものなのだが、今は全く手入れをしないから見られたものではない。杉林は言うまでもなく、植え込みは皆み勝手な方へ枝を伸ばしているし、池は干上がってちりくたがたまっているし、築山は去年の霜と雪で一部が崩れ、 川の剥げた傷跡のように赤土の肌が見えていた。芝生だったところは雑草に覆われてしまい、その雑草は二尺にも三尺にも伸びたまま、一面に茶色に枯れていた。八重むぐらか。と、半三郎は気だるそうにつぶやいた。むぐらの門というところだな。彼は静かに目を細めた。 一面に庭を覆っているその高い枯れ草が動き、その陰で何かが動いているようである。彼は何の気もなくぼんやりとそれを眺めていたのだが、その動いていたものがひょいと立ち上がり、こっちを見てお辞儀をしたのであった。半三郎は細めた目でまだぼんやりと眺めていた。 あんまり草ぼう,ぼうですからね。と、その者は言った。見るだけでもカチクチですから、今ちょっと抜いているところなんです。声は女であった。ハンザブローは相手が女だと気づいて、寝転んだまま目の焦点を合わせた。黒っぽい木綿の布子に色の冷めた帯を締めている。背丈はあまり高くない。髪はひつめに打っており、 顔は栗の皮の皮ように黒いひどく色の黒い女だなと半三郎は思った今田舎から出てきたという感じでしかし声はきれいだったしその黒い顔はこっちに向かって隔てのない微笑を見せていた「お前誰だ?」と半三郎が聞いた相手には聞こえなかったらしい。 それとも聞こえたが答えたくなかったものか、もっとはっきり微笑んで枯れ草の方へ手を振った。二日もあればきれいになります、と彼女は言った。このくらいなもの、我がやれば何でもごいへん,よん。そしてまた枯れ草を抜き始めた。どこから来た何者だどうするつもりだ半三郎はそう聞きたかったが、 面倒でもあり気力もなかったのでまた目をつむってしまった。確かに彼は何もかも面倒であり起き上がる気力もなかったのだ。記憶が確かなら彼はもう6日も食事をしていない。時々水を飲むだけで夜も昼もなく寝転んでいた。餓死をした死体は綺麗だろうか。 それとも醜悪だろうか半三郎はそんなことを考えていた皮と骨だけになるのだから多分醜悪ということはないだろう幾日ぐらいかかるのかなとも彼は考えた十日か半月かおそらく三十日とはかかるまい三十日は長すぎるそうはかかるまいそんなことを思い返しているうちに 半三郎は眠ってしまったそしてその見知らぬ女に起こされたのだ「もしもし旦那様」と呼ぶ声がした「もう昼ですから午前の支度をしましょう」半三郎は夢を見ていた食べ物の夢を見ていてその夢の中から力ずくで引き出されるようにゆっくりと目を覚ました すると、すぐそこに、あの見知らぬ女が膝をついて、黒い笑顔でこちらを見ていた。昼の午前にしましょう、と彼女は言った。少女のように、うぶなきれいな声であった。お米や何かはどこにあるんですかハンダブローは舌で唇をなめ、それから一度声を出してみた後でおもむろに言った。そんなものはないよ。 お米はないんですかハンザブローはうなずいた。では、彼女が聞いた。どこかから仕出しでも取るんですかハンザブローは首を左右に振った。見知らぬ女の黒い顔にびっくりしたような表情が浮かび、へえ、という大きな吐息が漏れた。今お台所を見てきたんですよ、と彼女は言った。 お釜も鍋も錆びてるしおひつは乾いてはしゃいでいるし埃だらけでゴミだらけで空き屋敷見たようでしたご家来もおはしたもいないんですか半三郎はうなずいたじゃあまんまご飯はどうなさるんですか仕出し屋から取るんでなければ我が私がお米や何か買ってきて 午前の支度をしますけれど。いらない」と半三郎が言った。何もいらないほっといてくれ。そして彼は目をつむりふと気がついて「一体お前は誰だ?」と聞こうとしたがそこにはもう女はいなかった。彼は頭を上げて座敷の中を眺め回し女がどこにもいないのを認めると寝返りを打って目をつむった。 今度は夢も見ずに眠り込んだが、やがてまた女の声で呼び起こされた。起きてください、旦那様。と彼女は耳のそばで言った。まんま、午前ができましたから起きてください、旦那様。半風呂は目を開けた。なんだ、お前まだいたのか。午前ができました、と言って彼女は微笑した。 黒い顔の中できれいな白い歯が見えた。塩引びきと菜っ葉の汁だけですけれど、どうか起きて召し上がってください。炊きたての飯の甘い香りと、魚を焼いた脂っこい匂いとが彼をひっつかみ、抵抗しがたい力で彼を締め上げた。彼はめまいに襲われたような気持ちで、何を考える暇もなく起き上がった。 ハンザブロウは一杯食べただけで茶碗と箸を置いた。六日も絶食した後だから今はこれでやめる方がいいと思ったのだ。もっと召し上がったらいがすべよん、と女が言った。お口に合わないんですかいや、うまかった、と彼は言った。あとはまた晩にしよう。ここを片付けたらお前食事にするがいい。 だが半三郎は急に目を上げて不審そうに相手を見た。変なことを聞くが、一体この米や魚はどうしたんだはいと彼女はにこやかに答えた。お米は米屋さんで借り、魚は魚銀さんで借り、醤油や味噌や砂糖や塩や酒は伊賀屋さんで借りました。 八百九さんからも野菜物をいろいろ借りましたから、晩の午前には煮物二香のものも差し上げます。半三郎は黙っていて、それから恐る恐る聞いた。それは本当かはい、と彼女はこっくりをした。信じられない、と彼は言った。どの店も借りがたまっていて。 もう半年以上前から寄り付かなかったんだ。そうでしてスト。と彼女はニコニコしながら言った。どこでもそんなことを言っていました。ずいぶんたくさん菓子が溜まったままだって。米屋の主人は赤くなって怒っていました。半三郎は探るように聞いた。それでどうやって借りたんだわだば言ったです。 彼女はちょっと目を伏せた。あたし、そう言ったんです。小林様のお屋敷へ今度来たあだこですって。わだば、あたし、このお屋敷で使っていただくつもりでしたから。お前が、どうするってお願い申します。あだこと名乗る女は手をついてお辞儀をした。あたし、他に行くところがないんです。 どんなことでもしますから、どうぞこのお屋敷に置いてやってください。ダメだ。と彼は言った。給銀をやれないばかりでなく、食べさせることさえできない。自分一人でさえ食えなくなって、六日も水ばかり飲んでいたんだ。お給銀なんぞ一文もいりません。食べるものは私が都合します。と、あだこは目を上げて言った。 わだば今日初めてだからちっとしか借りませんでした。それでも旦那様とあたしだけなら50日や60日はやっていけます。50日だってはいとあだこはこっくりをした。米は調べたのが1棟ほかに俵で一匹を借りました。醤油もた樽塩は五升味噌も冬だから味は変わらないと思って。 これもいとだるお酒はわからないので一升だけにしましたが召し上がるんでしたらまた借ります。ウオギ銀からは塩引きの酒を二尾と干物を十枚。干物は風に当てれば十日は大丈夫だって言いました。それから八尾球では青物のほかにつけ納豆たくあんをひとたるずつに。半三郎は手を挙げて遮った。ちょっと待て。ちょっと っ,待ってくれその「お前本当にそれだけ借りてきたのか?」「はい」とあだこはうなずいた「米屋や伊賀屋などが本当にそれだけ貸したのか?」「はい」とあだこが答えた旦那様が横粘り寝ていらっしゃるうちにみんな運んできてくれましたわだば いや私その間にお釜や鍋の錆を落としたりお台所を掃除したりしていたんです田風呂は庭の方を見それからあだこを見てまた庭の方へ目をやった「あたし置いていただけないでしょうか」とあだこが言った「俵の米はあたしがつきます」「物置に米つき臼がありますから米をつくくらい何でもありません」 縫い針でも洗濯でも掃除でも何でもやりますから半風呂はしばらく黙っていてそれからようやく言った「それほど痛いというならいてもいいが俺は何にもしてやれないぞ」「置いてくださいますか」「長くは続かないぞワイおもれじゃ」とアダコはニコニコと言った まう、あ、れしい。これでやっと安心しました。一所懸命働きますから、どうぞお頼み申します。半三郎は目を背けていった。行って食事にするがいい。彼は座ったまま長いこと庭の方を眺めていた。塀の向こうは松平相模守の,の中屋敷で、大きな絵の木が5本並んでおり、 その裸になった枝にスズメが群れていて、時々パッと飛び立っては、また別の枝に止まり、すると散り残った枯葉が舞い落ちるのであった。そうだ。と、やがて彼はつぶやいた。十兵衛の仕事だ。蘇我十兵衛がよこしたに違いない。そうでなくってこんなことがあるはずはない。 彼の唇に歪んだ微笑が浮かんだ。そのくらいのことだと思ってるんだな。と彼は挑むように言った。まあやってみろ。いいだろう。辛抱比べだ。あだ子はよく働いた。五日もすると家の中はきれいになり、風呂も入れるようになった。半三郎の世話もよくする。 毎日きちんと酒焼きを剃ってやり髪を結いひげを剃らせる風呂も毎日立てて入れるし手つま先のことまで面倒を見る寝転んでいると起こして体に毒だから少し外を歩いてこいなどとも言った彼女はこれらのことを手賢くまた極めて自然にやった半三郎の世話をするにも決して押しつけがましいところはなく 嫌だと言えば無理に進めるようなことはなかった。食い物の味はまちまちで、辛すぎたり甘すぎたりするが、二十日ほど経つうちには、慣れたのか、それとも半三郎の好みが分かったのか、そういうムラも感じられなくなった。アダコは針も上手であった。汚れたまま押し込んでおいた彼の衣類を出して、次々にほどいて洗い針をし、巧みに仕立て直した。 人へを合わせにしたり合わせを羽織りにしたりもろくなったところはうまくついだり剥いだりした半三郎が退屈しているなと見るとそういう繕いものなどを持ってそばへ来て針を動かしながら話をする彼は無関心に聞いているが言葉の妙ななまりと話のおかしさについ吹き出すようなこともあった アダコは妙な言葉を使うな」とある時彼が言ったその「そうだベオンというのはどういう意味だまあ恥ずかしいアダコは両手で顔を隠しだがすぐにシャンとして答えたそれは「そうでしょう」ということでございます他にもいろいろ言うようだがどこの言葉なんだ「はい」とアダコは答えた 津軽です。半三郎は静かに目を背けた。思った通りだ。と半三郎は心の中で言った。十兵衛は津軽へ国目付けに行ってきた。その時連れてきたものだろう。そして、ここへ入り込ませたのだ。米屋も酒屋も十兵衛が払った。 あだこが十兵衛から金を預かってきてそれで支払っているにそういない。半三郎はそう推察した。さもなければあれだけ借りがたまっているのに商人たちが貸す道理がないだろう。これでわかった。そこは見えたぞと彼は思った。十兵衛がどれだけ粘るか見てやろうというふうな皮肉な考えにとらわれながら。 アダコに対しては不思議に反感も起こらず困らせてやろうなどという気にならなかった12月中旬のある夜アダコは彼のそばに座って縫い物をしながら話していたそこは半三郎の今の六畳で彼は机に肘をつき時々日よけに手をかざしながら彼女の話すのを聞いていた 暮れ方から降り出した雨がさっきまで静かにひさしを打っていたその音がいつかしら聞こえなくなり外はしんと静まり返っていた「そのお庭の奥にいたちの夫婦が住んでいたんです」とあだこは続けていた「もう三十年の世も住んでいて夫婦だけでずっと暮らしていたんですってどこの庭だって?」と彼が聞いた からない坂の御殿ですわ。からない坂と彼はあだ子を見た。聞かない名だがどこにあるんだまあ、聞いていらっしゃらなかったんですね。とあだ子はにらんだ。津軽の弘前です。弘前の殿様のお別荘がからない坂にあるんですわ。口では言えないほど景色のいいところで、 からの国にもないだろうというので「からない内坂」って名を付けたのですって。「分かった」と彼はうなずいた。しかしその別蓮の庭でなくてもイタチならこの江戸にもいるよ。夫婦のイタチがですかそれはわからないが子を産むんだから夫婦もいるんだろう。でもそのイタチは30年の世も夫婦で仲良く暮らしていたんです。 ふ、うん彼は日よけへ手をかざした「そんなことがどうしてわかるんだそれはお父様が父がずっと見ていたからです」とあだ子は針を止めていった子供の自分から見ていて30年の世もたってそうすると夫婦ともすっかり年寄りになってしまったんです イタチも年寄りになな。るんだな「そうです,です」とアダ子は続けたすっかり年寄りになったもんで男のイタチは頭がはげてしまうし女のイタチは髪が白髪になってしまったんですって半三郎はアだコを見た「アだコの父親はその御殿にいたのかはい」と彼女は答えた。 爺様の代からお庭番をしていましたすると侍だったのかだあいいえお侍ではなく植木の世話をしていたんです半三郎はそこで急に目を上げた「今お前はイタチが年寄りになったからどうした?」とか言ったなまた聞いていらっしゃらなかった年寄りになって どうしたんだですからさ、とあだこが言った。男のいたちは頭がはげてしまうし、女のいたちは白髪になってしまったんですよ。なるほど。と彼は言った。半三郎はじっと座っていて、立ち上がり、寝間へ入ると、後ろ手に襖を閉めた。あだこは、 おすみになるのですかと聞いた。返事はなくて変な笑い声が聞こえてきた。クークーといったふうな鳥がヒナを呼ぶような声だったが次第に高くなり笑っているのだと分かった時には喉からほとばしり出るような声になっていた。あだこはびっくりして立って行きどうしたのかと声をかけて襖を開けた。 ンダブローは述べてあるヤグの上にあぐらをかき腹を押さえて笑っていた「どうなすったんですか?と」とあだこは気を悪くしたように言った「私が何か変な言葉でも使ったんですか?」「あっちへ行ってくれ」と彼は笑いながら手を振った「なんでもない」「心配はない」「あっちへ行って」「そこを閉めてくれ」あだこは言われる通りにした。 しずかになったのであだこがぬいものをとりあげると今度はねまからいきなり声いっぱいに笑いだすのが聞こえた「ハげあたまのイタチ!」と笑いながら叫ぶのが聞こえたなたちはらそして笑いつづけに笑いしまいには苦しそうにうめきながら笑った。 おかしな旦那様だ。と、あだこは針を動かしながらつぶやき、それからそっと微笑した。でも、初めて笑う声を聞いた。難しい顔ばかりしていらしたが、あんな風に笑うようになればしめたものだ。これで少しは変わるかもしれない。あだこはそう期待したらしいが、半三郎の様子には変化がなかった。 毎朝、あだこは彼を呼び起こし、洗面をさせる。食事の後で、酒焼きをそり、髪をゆい直し、着替えをさせる。午前中か午後か、日に一度は歩きに出してやる。夕方になると、風呂を立てて入れ、背中を流してやり、晩飯の時には彼が望めば酒をつける。飲むにしても、勘どっくりに二本がせいぜいで、 あだこにはそれが不審であった。どうしてもっと召し上がらないんですかと聞いたことがあった。伊賀屋さんの話では毎日随分召し上がったように聞きましたけれど。半三郎は曖昧に首を振った。あんまり好きじゃないんだ。返事はそれだけであった。こうして同じような日が経ってゆき、その年が暮れた。 正月に安倍右京から使いがあり友達が集まるから来るようにという工場だったが半三郎は使いのものにも合わずあだこに断らせたそれは五日のことであったが昼過ぎから雪になり半三郎は十条の座敷の障子を開けて雪を眺めながらあだこのシで珍しくゆっくり飲んだどうして お友達のところへいらっしゃらないんですかあだこが彼の顔色を見ていった。せっかくお迎えがあったのですし、お一人で召し上がってもうまくはございませんでしょ半三郎は庭を見たままでいった。あれは十兵衛の差し金だ。蘇我十兵衛、あだこは知っているだろうわたくしがですか隠すことはない。 土手三番町の曽我十兵衛だ。知っているんだろうそういう方は存じません。とあだ子が言った。声は低く少し震えているようであった。でも知っていることもあります。何を知っている金森様のことです。十兵衛に聞いたんだ。そういう方は存じません。とあだ子は言った。 その声は湿って、もっと震えを帯びてきた。私、伊賀屋のご主人に聞いたんです。お名前は存じませんが、金森のお嬢様は五年の世も言い名付けでいたのに、旦那様を置いてよその人と逃げてしまった。そのために旦那様がこんなになってしまったのですって。その話はやめろ。 一度だけ言わせてください、とあだこは言った。私、悔しいんです。その不死だらなお嬢さんは、好きな人と夫婦になって、今でも立派にやっていらっしゃるというのに。旦那様の方は、こんなになっていらっしゃる。このままでは、一生がめちゃくちゃになってしまいます。旦那様をこんな目に合わせたのに。 そのお嬢様の方は幸せでいる、などということがあっていいものでしょうか。半三郎はまだ庭を見たままで言った。あだ子はその娘が不幸であればいいと思うのかあたし、ただ悔しいだけです。ミスズが幸せでいることはいいことなんだ。 と彼は穏やかな声で言った。俺との婚約は親同士で決めたことだ。美鈴には後で好きな相手ができ、尋常な手段では望みが遂げられないと見てその相手と出奔した。これは不死だらな気持ちだけでできることではない。金森は八百石の旗本だ。家の名分、親の怒り、世間の票。 これらをすべてかけなければならない美鈴はその全部をかけたんだこれは勇気のいることなんだ裸は手で顔を覆った金森さんはここへ来て事実を話し両手をついてわびたと彼はゆっくり続けた「自分はあれがかわいい」と金森さんは打ち明けていった 本来なら成敗するところだが自分にはできない。ならぬところであろうが堪忍してもらいたい。その代わりいかなる償いでもしようと言った。後ろであだこのすすり泣くような声がし半三郎は庭の雪を見ていた。俺にどうすることができる。 と彼はささやくように言った。金森郎の行き届いた正直な詫びに対して怒ることができるか、何か言うことでもあるか。俺は丁寧に礼を返して、その神釈には及ばない、忘れて下すってよろしいと答えただけだ。 酒を継ごうとしたが酒はもうなくなっていた。半三郎は空になった調子を出して「つけてきてくれ」と言った。あだこは受け取って立って行きまもなく戻ってきた。半三郎は手真似で尺は自分でするという意味を示しあだこは日よけの脇へ下がって座った。 俺は少年の頃をこういう経験をした。と彼は手酌で一つ飲んでから言った。九つか遠くらいの時だったろう。場所は半蔵門の掘りで俺は一人だった。前後のことは記憶にないが俺は一人で掘りにいた。季節は夏の終わり頃だったと思う。風が吹いていて俺は 風が向こうから吹いてきてそして吹き去っていくのを感じていたそのうちにふと今自分に触れていった風には二度と触れることはできないということを考えたどんな方法を用いても一度自分を吹き去っていった風にはもう二度と触れることはできないそう思った時 俺は胸を押しつぶされるような息苦しさ。自分だけが深い井戸の底にいるような真っ暗な恐ろしさに圧倒された。半三郎は静かに一つ飲んだ。俺はミスズが好きだった。会う折は年に幾たびと限られたようなものだし、二人だけで話したことなどは数えるほどしかなかった。 それでも、俺はミスズが好きで、いつか妻に迎えることができると信じ、心からそれを楽しみにしていた。無感動な口ぶりで話し続けながら、ハンザブロは頭の中でミスズと自分の間にあったことを思い返していた。それはミスズの部屋でただ一度だけあったことだ。 みすズは着ているものをすっかり脱ぎ素裸になって自分の体を彼に見せた彼はバカのように呆然としていた彼女が着物を脱ぎ始めた時から何をするのか見当もつかず彼女がすっかり裸になった時もどういう意味なのかわからずに呆然としていた彼女はまだ15歳とちょっとで いつもは子供っぽい少女としか思えなかったのであるが、素裸になった体は驚くほど女らしく、ほとんど成熟しているように見えた。ミスズは頭部が小さく、手足もしなやかに細く、どうもほっそりとくびれていた。しかし、胸の膨らみの豊かさと、腰部から太ももへかけての肉付きは、そこだけが別の存在であるかのように、 たくましい厚みと丸みとそして重たそうな緊張を見せていた「私きれいじゃなくて」みすゞは彼の顔色をうかがいながらそう言った「きれいだ」と彼は答えたいやらしい気持ちや不特技な感情は少しもなかったそんな気持ちを感じる余地もないほど彼は圧倒されて驚いていたのだ あなたのために大事にしてきたのよ。よく見てちょうだい。あなたのために、きれいにし、大事にしてきたのよ。彼女は大胆に自分の体を見せた。前に向き、後ろに向き、横を向き、そして様々な奔放な姿勢を作って見せた。そうだ。彼はよく覚えている。 ミスズはそうしながら絶えず彼の顔色をうかがっていた彼の顔に現れる反応を探ろうとするようにまたその期待のために自分で興奮しながらそうだそれから彼女は近寄ってきて両手を広げながら甘えた声で言ったのだ抱いてちょうだい 彼は何もしなかった。できなかったのだ。圧倒され、幻惑されていただけでなく、そういう場合にどうすべきかということを知らなかったからだ。ミスズは彼よりもはるかに能動的であった。次に起こることを十分に楽しもうとするような、キラキラした目で見つめながら、自分の欲することをさせようとして彼を導いた。もちろん大したことではない。 少しばかり早熟な少女らしい好奇心に駆られただけのことであろうが、そこでも彼は馬鹿のように老狽し、不器用に尻込みをするばかりだった。ミスズは彼を話し、彼から離れて、いぶかしそうな探るような目つきで彼を見守った。それから脱ぎ捨てたものを順にゆっくりと着ていった。 それだけのことなのだ。ミスズは十五歳とちょっとで、自分の体の美しさを言い名付けである彼に誇りたかったのであろう。ほんのわずかだけ興奮に駆られて好奇心を起こした。それ以上の意味はなかったにそういないが、ハンダブローにとっては異常な出来事であり、心の深部に、 拭い去ることのできない強烈な印象を与えられた。俺はあの娘が好きだったから。と彼は話し続けていた。あの娘が幸せであることは嬉しい。これは本心だ。しかし、それと同時に、あの娘が自分から去ってしまったこと。 この世では決して自分の妻にすることができないと思うと、ちょうど少年の頃、堀端で夏の終わりの風に吹かれていた時のように、この胸が潰れるような、何もかも虚しいという感じに襲われてしまう。何もかも虚しい。と彼はあざけるように言った。おそらく俺は、 十四くらいの泣き虫の女の子か、六十くらいの愚痴っぽい老いぼれのように見えるだろう。だが、どうしようもない。この世にあることは、すべてが虚しいと思う、この気持ちは、自分ではどうすることもできないんだ。アタコは涙を拭いた。すると、黒い顔がまだらになり、目の周りに、 白い輪ののようなものが現れたアダ子は自分の手を見て指が汚れているのに気づくとびっくりしたように立ち上がり顔を背けながら奥へ去った半三郎はそんなことには気づかず盃を持ったまま降りしきる雪を眺めていたそれから五六日してあだこはお針を習いに行きたいと言い出した 縫い物は上手じゃないかと半三郎が言うと自分のは田舎流だから江戸風の仕立て方が習いたいのだと言った半三郎はあだこの顔を見て何か言いそうにしたが思い直したようにうなずいて好きなようにしろと言ったお前を雇っているのは曽我だ半三郎はそう言おうとしたのだ俺は主人ではない九銀も十兵衛が出しているのだろう 十に聞くがいいだが彼は口では何も言わなかったあだ子はおはりの稽古に通い出した朝の食事を済ませると出かけて行き昼飯を作りに帰ってまた夕食の前まで稽古に行く家事の方も手を抜くようなことはないし夜は夜で12時頃まで縫い物をした 初めのうち半三郎は無関心だったが彼女の熱心さにだんだんと注意を引かれあるよふと聞いてみた「ずいぶん精を出すじゃないかお針はどんなにうまくなってもこれでいいということはないんですって」とだ子は答えた「それにわだば私こんなに不器量ですからせめてお針ぐらい上手にならなければ」 お『嫁にもらってもらえませんわ』。半三郎はあだこをまじまじと見た。嫁に行く時は津軽へ帰るのか。いいえ津軽へは帰りません。田舎は嫌なんだな。津軽はいいところですわ。山も野も川もきれいであんなにきれいなところはどこにもありませんわ。とあだこは針を動かしながら言った。 でも、私には帰るうちがないんですの。勘三郎は少し間を置いて聞いた。両親や兄弟はいないのか。おります。と、あだこは低い声で答えた。父も母もいますし、弟が二人あります。けれども、今の父がままで、あたしがいては、うちが丸くいかないんです。 それで、江戸へ出てきたのか。弟たちは男だから心配ありません。上が十七、下も十五になりますから、と、あだ子は言った。それに弟たちは何でもないんです。うちがうまくいかないのは、あたしだけのことなんです。半三郎はさりげなく聞いた。 ママの父と気が合わなかったんだな。そういえば一番無事なんです。アダコの手が動かなくなった。ハンザブローが見ると、アダコの唇が震え、目にいっぱい涙が溜まっていた。あたしも言ってしまいます。とアダコは衝動的に言った。おじは、ママの父は、 亡くなった父の恩茶、父の弟で、母より年が七つも下でした。おじはおとなしいいい人ですし、あたしも弟たちも好きでした。お庭番の仕事もよくできるし、本当に静かないい人だったんですけれど、母は七つも年上ですし、勝ち気な性分だもんですから。 アダコの目から涙がこぼれ声が哀れに震えた激しい感情例えば憎悪と悲嘆といったようなものが心の中でせめぎ合いどちらをも抑制することができないというふうに半三郎には受け取れた「いいえこれ以上は言えません」とあだこは首を振った。 私がうちにいてはいけなかったんです。私がいなければ母は落ち着けるし、きっとうちの中もうまくいっていると思います。年が七つも下の夫を持った母。同じ家にいる年頃の娘。そして娘は家出をしなければならなかった。 半三郎にはおよそ事情が分かるように思えた。その母は親であるよりももっと多く女であったのだろう。そして娘もまた女としての敏感さでそのことに気づいたのだ。えらいな、と彼は言った。よく思い切って出た。あだ子はえらいよ。 アダコは泣き笑いをしながら両手の指で目を拭いた。その時半三郎の表情が急に変わり口を半ば開けていぶかしそうにアダコの顔を見つめた。実の親子でいてもこんなことがあるのかと情けなくってあたしずいぶん悲しゅうございました。と彼女は目を拭きながら言った。でも、 今はもう悲しくはありませんもうすっかりあずましごすです。「ちょっと!」と彼が言った「お前目の周りをどうしたんだお目の周りが」アダコはひゃーと言った妙な声を上げて両手で顔を覆い「ごっぺ返した!」と言いながら慌てて奥へ逃げていった。 半三郎には訳がわからず、ごっぺ返したとはどういうことだと考えた。あだこの目の周りが黒く縁になっていたが、鍋でもひっくり返して、鍋炭みでもついたのかなどと考えていた。二月になり、その月も終わりかかったある日、台所で人の呼ぶ声がした。あだ子はお針の稽古に行き、 半三郎は今で寝転んでいた。米を持ってきたが、旦那は留守かねえと台所で怒鳴るのが聞こえた。旦那はいらっしゃらねえのかねえ半三郎は寝転んだまま怒鳴り返した。俺に用でもあるのか米屋の市兵衛です。ちょっとお目にかかりてんですが。あだこはいない。と彼は怒鳴った。 米はそこへ置いてってくれ旦那に話があるんですすまねえがちょっとここまで来ておくんなさい」と一兵衛がわめき返したそれとも私の方でそっちへ伺いましょうか「無礼なことを言うやつだと半三郎は思った一兵衛は米屋の主人でこれまでに幾度か会ったことがある。 無論父の死後で彼が札差しから金を借り尽くした後の出入りであるし一米の店にも相当な借りがたまっているわけだが仮にもこっちは旗本相手は商人に過ぎないそんな無礼な口を聞いていいはずはないので彼は返事をしなかったすると台所で物音がしやがてこっちへ来る人の足音がした 半三郎は寝転んだままじっとしており足音は襖の向こうで止まった失礼します旦那はこちらですか半三郎は黙っていた静かに襖を開ける音がし半三郎はじっとしていたすると襖が閉まり襖の向こうから声が聞こえた一兵衛はこっちへは入らなかったのだ 襖を開け、半田風呂の寝転んだ姿を見て、すぐに襖を閉めたのである。面と向かっちゃ言えなくなりそうだ。ここで言いますから、そのままで聞いておくんなさい。と一兵衛が言った。意外ややおきゅうは長いお出入りだそうだが、私はごひいになって幾年にもならねえ。だからはっきり言いますが、 今日持ってきた米が最後で、これからはごめんをこぶりますから、そう思ってください。そんなことはあだこに言え、旦那に言いたいから私が来たんだ。と、一兵衛の突っかかるような声が聞こえた。旦那は劣気とした旗本でいらっしゃる。男で、お侍で、旗本で。拝見したところ、体もお達者なようだ。 きざないようだが、いわば市民の上に立つゴミ分でいて、寝転んだまま弱い飽きんどのものを飲みつぶし、食いつぶし、おまけに下女にチン仕事までさせておいでなさる。待て、と彼は遮った。貴様はただで持ってくるように言うが、大銀は蘇我が払っているはずだ。 俺は知っているぞ。蘇我さんですって土手三番町の蘇我十兵衛だ。と寝転んだまま彼は言った。あだこをよこしたのも蘇我だし、蘇我が大銀を払うからこそ、貴様たちも米味噌を持ってくるんだ。そうでなくって、それまで帳面を止めていた貴様たちが、急にまた物を持ち込むわけがあるか。 日米は沈黙した。半ローはざまを見ろと思いながらゆっくりと寝返りを打った。持ってきたくなければよせと彼は作りあくびをした。今日の米も持って帰れ。それで文句はないだろう。襖の向こうはひっそりしていた。半ローは肘枕の首を上げた。 ふすまのむこうにはひとのけはいもない、かえったのかと思っていると、やがてはなをかむおとがきこえ、ついでせきをするのがきこえた。こめはもってきます。とかすれたこえでいちべいがいった。なに、ふたりくらいのこめだいはたかがしれてます。こめはもってきますが、<laughs> 思い違いがあるといけねえから。いや、旦那が思い違いをしているようだから、これまでの行くたてをざっと申し上げておきましょう。ハン風ブローは今の机に片肘をつき、火の消えた火おけへ片手をかけたまま、時々口の中で何かをつぶやいたり、 意味もなく首をかしげたりまた急に頭を振ったりした「一兵衛が去ってから二時以上になるだろう窓の障子にさしている紐を薄づき傾いていた一兵衛の話は彼を驚かした彼らは曽我十兵衛とは関係なしにあだこのためにかすきになったのだという」。 はじめの日、あだこが米屋へ行って、まず、店のまわりの掃除をした。秋きだわらを集め、それを丹念にはたいて、残り米をきれいに落とした。だわらは十二枚から、二合以上の米が出たという。それから、だわらをきちんと重ね。縄は縄、三さだわらは三んだわらと分けてまとめ、わらくずを吐き集め。 そしてて地面にこぼれている米を拾ったそういう米粒だけで5合もありそれを一米に渡してから初めて「小林だが米を貸してくれ」と言い出したのだそうである。一米は彼女のすることを見ていてそれが単純な機嫌取りではなく何かのっぴきならぬ理由があるのだと思い訳を聞いてみた。 そこで、あだ子は話したのだ。半風呂が聞いた話と同じ内容であるが、なお、これまでごたび奉公をしたこと、ごたびとも嫌な目にあって飛び出したこと、そのため、受け人宿の世話になれないことなどを語り、今度は武家であるし、貧乏で、小物も下男もいないが、旦那は悪い人ではないらしいし、 この屋敷なら務まると思う。もう他に行くところもなし。自分が働いても必ず代金は払うから。どうか米を貸してもらいたい。とあだこは言った。津軽の鉛が彼女の誠実さを一層際立てるようで、市米は心よく承知したのだと言った。あだこは、 伊賀屋でも魚銀でも同じようにした。店の周りを片づけ、秋だれの中でもを剥ぐものは剥ぎ、縄やもはそれぞれに集め、物置の中をきれいにし、秋だれを積み直し、塩のかますをふるったり、とっくりを洗ったりした。魚銀でもそのとおりだったが、捨てるつもりでどけておいた魚のお頭や増物などの、 臭くて汚いようなものの中から荒煮として売れるような部分をより分けて皿に持ってみせたそうで主人の銀太は驚いたということであるあだこは決して誠実を売ったのではないすべては自分が小林の家にいたいためでありそのために牢を厭わなかっただけであった 彼女は小林の家に着いてからも三軒の店へ代わる代わる回って初めの日と同じように掃除をし片付け物をした。動作がキビキビしているし人の気づかないところに気がつきしかも手を抜くということがなかった。半風呂は全く知らなかったがあダこは十二月いっぱい休みなしにそれを続けたということだ。 そうして正月になり、七草が過ぎてから、お針の稽古を始めるから掃除に回れなくなったと断りに来た。一兵衛たちは前からそのつもりでもう掃除などに来なくともいいとたびたび言っていたのだそうで、それはその方がよかろうと承知した。一兵衛はそこで話の調子を変えたのだ。 子はおはりの稽古に行くのではなく市ヶ谷田町の大きな仕立て屋へはり子として通っているのだという。はり子として手間賃を稼ぎ家でも賃縫いをしている。そして稼いだものを米や魚銀伊外やへ少しずつではあるが返金として入れているというのだ。 旦那はその珍縫いを見ている。毎晩十二時頃まで縫い物をしているのを旦那は自分の目で見ているはずだ。と一兵衛は言った。借り子の方も不審だと思うなら行ってみるがいい。田町の火消し屋敷のすぐ脇で大きな下手屋だからすぐにわかる。行って聞いてみるがいい。と一兵衛は言ったのだ。一兵衛は伊賀屋と魚銀とで話し合った。 このままではお磯さんがかわいそうだ。いっそ貸すのはやめにしてお磯さんのことは3人で引き受けようそう相談が決まったので一衛が代表で話しに来たしかし旦那の言うことを聞くと「そ我」とかいう人が後ろにいる大員はその人から出ていると思い込んでいるようだ「本当にそう思い込んでいたのなら話も違ってくる」 自分は考え直した。自分はこれからも米を持ってこようし、伊賀屋にも魚銀にも訳を話す。おそらくどっちも反対はしないだろう。これまで通りに品を持ってくることになるだろう。だが、それは旦那のためではない。と一兵衛ははっきり言った。決して旦那のためではない。 おさんに持ってくるのだからそこをよく覚えておいてください襖の向こうから一兵衛はそれだけのことを言い言い終わるとすぐに去っていった半三郎はじっと横になったまま一兵衛の去っていく物音を聞いていたがやがて起き上がると立って洗面に浮き 戻ってくるなり机に持たれて考え込んだのであったあだこが帰った時半風呂はいなかった彼女は風呂を焚きつけ夕げの支度をした小さい声で津軽鉛の歌を無心に歌いながら風呂の焚き口を見たり急いで煮物の加減ゴミに走ったりした 食事の支度がほとんどできた時半三郎が帰ってきた変わった様子もなく風呂に入り食事をしたあだこは手まめに後片付けをし風呂に入りそれからいつもの通り縫い物を広げたそこは半三郎の居間であるが火を別に使うのは無駄だからといって初めからあだこはそこへ縫い物を持ってきた 今考えると自分も心細かったし彼の退屈を紛らしてやるつもりもあったのだろうその夜も針を動かし始めると柔らかな声で国のことを話し出した半三郎は机の前に座り片手で日よけの縁をなでながら半時ばかり黙って聞いていたが話の切れ目で静かに目を上げながら言った。 さっき蘇我のところへ行ってきた。あだこの針を持つ手が動かなくなった。蘇我十兵衛。あだ子は知っているはずだ。あだコの頭が少しずつ下がった。これまでは知らないと言っていたが、あだコは知っている。そうだろはい。 とあだ子は口の中で答えた「正直に話してごらん」と彼は言った「十兵衛とはどんな関わりがあるんだ」彼女はささやくような声で答えた「わだば私は私がこのお屋敷のあだ子になってからです」名前も本当はあだ子じゃないだろう 名は磯です、と彼女は言った。あだこというのは国の言葉で子守とか下女のことを言うんです。半三郎はちょっと黙ってから言った。ではあだこと呼んでは悪かったんだな。よごす。い,いえ悪くなんかありません。彼女はかぶりを振った。これからもあだこて呼んでくだすって結構です。 十二月の初めの頃でした旦那様が歩きにいらした後で曽我様が訪ねてみえ縁先でいろいろお話を伺いましたどうしても座敷へ上がってくださらないので縁先でお話を伺ったのですその時金森のことを聞いたんだなはい あだ子は低くうなずいた伊賀屋から聞いたと言いましたが本当はその時曽我様から伺ったのです私も自分のことをすっかり申し上げ曽我様はお金を置いてゆこうとなさいましたお前は受け取らなかったそうだお金は役に立たないと思ったからです半三郎はいぶかしそうにあだこを見た どうして金が役に立たないあればあるで使ってしまうし、使い癖が残るだけですから、とあだこは言った。旦那様が勤める気になってくださらない限り、お金はかえって邪魔だと思いました。俺は勤めることにした。今日、十兵衛に頼んできたんだ。 沈物版に空いている席があるそうで、四五日うちには出資できるようになると思う。あだこはびっくりしたように顔を上げた。わたくしが何か余計なことでもしたのでしょうか。そんな心配はするな、と彼は首を振った。それよりもあだこがどうやって江戸へ行き、どうして俺の家へ入ったのか。 その話を聞かせてもらおう。縫い物をしながらでもいいでしょうか。私何かしながらでないとうまく話ができないんです。彼はうなずいた。あたこは再び針を動かしながらゆっくりと話し出した。家を出るまでのことはもう話した。何のあてもなく頼る先もなかったが。 幸い木を買いに来て仙台へ帰る商人に会い、その老人に連れられて仙台まで来た。老人はあだこが江戸へ行きたいと聞いて、知人の海産物商に引き合わせてくれ、そこの船で石巻から江戸へ出、その海産物商の江戸橋に近い店で奉公することになった。しかし、九十日ほどいたが、 店の若い者たちがいやらしくからかうし、手代の一人は寝前へ忍んできたりするので、支配人の妻女に告げて暇をもらった。その時、妻女の口利きで、受け人宿の世話になり、一年ばかりの間に四箇所も奉公したが、どこも長くはいられなかった。三軒は商店、一軒は料理茶屋であったが、 どこでも店の若い者に嫌なことをされる。一見では主人がそれも五十いくつかになり、孫のある人が力ずくで言うことを聞かせようとした。それでそこを飛び出したので、受け人宿の世話になれなくなったが、武家ならばそんなみだらなこともないだろうし、訳をよく話せば、受け宿がなくとも使ってくれるかもしれない。そう思って、 この麹町一帯を歩き回ったその日は平川天神の社殿の床下で寝たその夜は心細さのあまりよく眠れずこんな風に歩き回っても雇ってくれる家は見つかるまいいっそ受け人宿へ戻って詫びもう一度宿の世話になろうかなどと思ったりしたでもそこが私の運のいいところだったんですね 次の朝になって念のためにもう一度と思って回っているうちにこのお屋敷に行き合うことができたんです。どうしてと彼が聞いた。どうしてこの家に見当をつけたんだ聞いたんです。とあだこは言いにくそうに答えた。私のお前をどこかのお小僧さんが。 もう一人の小さい小僧さんを連れて歩いていました。御用聞きに行くお屋敷を教えていたのでしょう。それが、このお屋敷の前へ来ると、ここはダメだって教えてるんです。随分いいことを言ったろうな。いろんなことを聞きました。そして、奉公人が誰もいない。ご主人が一人きりだというので、ここより他にはないと、 決めてしまったんです半三郎は黙ってうなずいた優しく真面目な顔でうなずき静かにあだこを見た「これで全部です」とあだこは言った半三郎は彼女を見守っていてそれから微笑しながら言った「顔を洗っておいで」 また目の周りがまだらになってる。あだ子はひゃーと声を上げ、両手で顔を覆った。男よけだなと彼は含み笑いをした。何を塗っていたんだかまどのすすです。俺も信用できなかったのか。そんなことはありません。とあだこは力を込めて言った。三度目の料理茶屋で思いついてから癖になって。 こうしないと気が休まらなくなってしまったんです。だがもういいだろう。う洗っておいで。はい。とあだこは立ちかけたが、そこで気づかわしそうに彼を見た。あの、もし気が向かないのなら、無理にお勤めなさらなくっても、私がなんとかやっていきますから。もういい。と彼は微笑しながら手を振った。 顔を洗っておいで役に戻れたのは十兵衛の奔走のためだ彼の本家である曽我伊予神正則は六千五百石の書院番頭であったし金森主膳の口添えもあったらしいが三月に入ると間もなく書院番に上がりそこから新物番へ出資することになっただが出資するまでに 十はじめ秋田安倍三枝たちの助力を得なければならなかった。途上のための衣類のこと、上役や仙人の同役に対する親物のこと、また家父はともかく友をする小物二人は必要なことなど、かなりな金額のすべてを四人の友達に賄ってもらうほかにしようがなかったのだ。 四人はくくやってくれた。半三郎が立ち直るためなら安いものだなどと言い初出資の日には夕方から小林へ来て祝いの主演を開いてくれた酒も魚も自分たちの持ち寄りで杯を取るとまずみんなであだ子に礼を言った半三郎が立ち直ったのはあだこのおかげだというのである は恥ずかしがって逃げようとしみんなは無理に引き止めて盃を持たせたその時十兵衛は気がついたのだ一度会っただけであるがかまどのすすを塗っていないあだこの顔が見違えるほどきれいになり美しくさえなっていることに驚きそれを不審そうに半三郎にただした半三郎は訳を話したが話しているうちに 突然笑い出し笑い出すと止まらなくなってしまいには苦しさのあまり畳へ手をついてあえいだ「いや心配するな何でもない」と彼はうつむいたまま四人に言ったかまどのすすと何のかかわりがあるかわからないがひょっと夫婦いたちのことを思い出したんだ。 なんだ夫婦イタチとはそう聞いたのは安倍右京だったそのと彼はうつむいたままで用心深く言ったあだこの話なんだが津軽の藩主の別所にイタチがいてそれが夫婦で三十年の世も一緒に住んでいるんだが、うん、そんその どっちも年を取りすぎたので男のいたちの方はアンダブローは真っ赤になり喉を詰まらせながら「ダメだ」と言った「ダメだ俺はダメだ! <laughs> メだ」と彼は立ちながら言った「あたこに聞いてくれ!」そして彼はまた笑いの発作に襲われ笑いながら自分の居間へ逃げていった。 ハンダブローは今で仰向きに寝転び笑いの静まるのを待ちながら「そうだ」と自分にうなずいたかまどのすすで顔を黒く塗ったということがめいたちの頭の毛が白くなったという話を連想させたのだおそらくそうだろうと思っていると十条の客間から四人の笑い出すのが聞こえてきた はじめは秋田えもん、つ次にこい小一郎、そしてうきょうも、十べえまでも笑い出し、やむかと見ると、すぐにまた笑い出した。おい、よせとぐさのどなる声がした。もううなべ、な殴るぞそして、笑い声の一つは縁側へ、一つは玄関へとわかれ。 離れ離れになって片方が静まると片方が笑い出しこっちが静まったと見ると次には見所で一緒に笑い転げるのが聞こえた「そうだ」と半田楼は目をつむってそっと自分にささやいた「たとえ俺が目をつむり耳を塞いでもあそこで4人の笑っていることは事実だ」 十兵衛がい,い、小一郎がい,い、右京がい,い、玄右衛門がい,い、そして、あだ子がいる。彼らは現実にそこにいるし、みんな俺のために心配し、奔走し、助力してくれた。これからも必要な時には心配し、助力してくれるだろう。おい、半三郎。 これでも、すべてがむなしいか。彼は、目をつむったまま、微笑した。あの日、庭の枯草の茂みから、あだこがこっちへほほえみかけた。あれがことの始まりだった。自分は滅びるのを待っていたし、あだこは身の置きどころに寄与していた。 どっちも一番悪い条件の時に会い、そしてアダコの生きようとする力が勝ったのだ。お前が勝ったのだ。アダコ。と彼はささやき声で言った。俺ではない。もし俺が勝つとすれば、これからだ。ふすまがそっと開いて、 あだこがのぞいた「旦那様」とあだこは当惑したように呼びかけた「ちょっといらしてください私どうしていいかわかりませんわお客様方はあんなことでなぜあんなに馬鹿笑いをなさるのでしょうか入っておいでと彼は沖縄をりながら言ったお前に話すことがあるんだ でも、お客様方が、いいよと、彼は片手を伸ばした。あの笑いはなかなか止まらない。俺も初めの時はそうだったろう。裸子は忍び笑いをした。おいへ逃げていらっしゃいました。彼らにも笑わしておこう。と、彼は片手を伸ばしたままで言った。ここへ来てお座り。 二人だけで話すことがあるんだおいであだこは赤くなりそっと襖を閉めて目を伏せながらすり寄った向こうではまたひときわ高く笑い崩れる四人の苦しげな声が聞こえた